ました。行きましょうか。今日は最初は、リストールのステップを、はい、やってみますね。で、足をね、開いた状態で、左足を前に出して戻す。左足も右足も前に出します。それを繰り返すね。ワン、はい、腰と、ね、胸をこう回転させるんですけど、まず、ね、腰は、この帯とこの、ね足を前に出すこの瞬間に腰が、回ります。でこの後開くときもそのままの向きで、開いてあげた方が次の帯との、ね、腰の回転が見えやすくなるので、まあ、開くときに、ね、戻さないように、ね、こう前向きに戻さないでそのままの向きで開いてあげると、ね、よりオンビートがクリアになりますね。なのでつま先は常に、ね、横向いた状態、この前に向いた状態にならないように常にこう両足が横に向いた状態を作るのが大事なので、スワンのステップで、ね、結構かかとを地面につかないようにしてこう背伸びして浮かせた状態っていうのがすごく大事ですね。はい、で、胸も回すんですけど、基本的にはそのオンビートの瞬間は腰と同じ方向ですね。腰だけねじってるわけなんで胸もね一緒に右に向きます。ただこの開く時、この時に先に胸がこう反対に、まあ、向き始めるんで、ね、向き切るわけですけど、まあ、向き始めると。なのでこの円カウント、円の瞬間は腰と胸が逆方向にねじれてねじろうとしている状態で、またオンビートで腰が追いつくんですけど、この時は胸と腰首で同じ方向ですけど、円カウント開くときに腰がまだ左にいるんですけど胸は右に向こうとするんですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ロー、ワン、ツー、スリー、円でね、円で腰をねじる、腰をねじるというか逆か、胸をねじる。腰がまだ回らないうちに胸を先にねじる感じです。そうで、大事なのがそのあれですね、オンビートの時に腰だけを回すしてるわけじゃなくて、まず、ね、手の入り方がこうなってると違うんですね。この時はまだ胸と腰が同じ方向向いてると左手の方なんですね。で、円で右手がね、出始めるんですけど、このまま右手のままオンリーの瞬間を残しておいて、またここで左手が出るんですけど、左手を残してですね、まあ、正確に言うと、踏んだ瞬間に回し始める感じなんですけど、ただね、踏んだ瞬間に回し切っちゃうと違うので、ここだけちょっと注意してね、踏んでから回し始める。踏んでから回し始める。ね、どう?このね、微妙なタイミングをね、この、調節が難しいんですけど、左手、はい、っていうのが、一応スロールで腰の回し方ですね。ちょっと速くしてですね、内側から、はい、まあ、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、これのダブル、ね、ダブル、今のシングルで繰り返すけど、ダブルの踏み方、ねもあるんですけど、これね、ちょっとだけ腰の使い方が少し複雑になるけど、ダブルの場合は、まあ、よりね、オンミートの腰のね、この回転がね、2回とも見えた方がいいんで、1回目は開くときに内側に向けます。また右に向けそのまま開く。で、ダブルの場合は、1回目だけね、こう腰をね、早く回すので、次も、まあ、回すというか回さなくてもできるんですよね。これでもできるんですけど、で一回内側に入れた方がより腰のねこのノリが見えるんで、はい、この円カウントの瞬間にね足を内側に、でこれ軸足ごとね右足だけじゃなくてねこっちの足だけじゃなくて左足も一緒に回せるとより腰ね全体が入ってくるんでね。なんですけど、この時に、ね、
また手を振ってしまうと、ね、逆になっちゃうんで、まあ、一応ダブルの場合は、ね、右足だったら左手キープでいいと思う、うん、ずっと左手のままになってで円で右手切り替えてもう右手キープ円で切り替えてね。だけは、まあ、ダブルの場合はゆっくり回す形になるんで割と楽なんですけど、腰がその間に3回回って、ね、胸はずっと右向きのまま腰だけ3回回ってるんで、だ手は振らずに腰の力だけで回すイメージでやると、はい、ダブルであでもいい感じですね、距離で、はい、ね、はい、っていうのがダブルで、最後に、あ、最後にじゃないな、で、この今ダブルに通じるんですけど、今度ね、つま先、かかと、つま先で回して円で、でもつま先、かかと、つま先、円で、ワン、円、ツー、円、これもスワップのところね、さらに少し応用なんですけど、まあ、やってることはダブルと思ってしまうんですけど、ただ足を揃えたまま、つま先軸、かかと軸、またつま先軸で踏んで、で、つま先軸、かかと軸、もうワン、円、ツー、円、ツー、腰の、ね、回し方さっきダブルと全く一緒で、ね、右左右左右左だけど、まあ、座るのでね、一応座るのステップなんでこれも一緒で手はこうやって振らずに、ね、まあ、振ってもいいんですけど振ってもいいんですけどここですね、この座るときに胸がねちゃんと回ったんですよ、まあ、一応このねじってるときは前向きなんで、ね、左でキープとかまだいかなくていいんですけど、ただ、最後のここでね、胸を一回右に向けます。でまた前向きから胸を左に向けます、ね、前向きから前向きから左に向けます、うん、そうですね、だからこの手をね、振り切っちゃう、振り続けるとこうなっちゃうんで、まあね、違うんですよ、ちょっと難しいですけど、まあつけるとしたらねじってもいいんですよ。ねじる場合は右手左手で左手のままで、で円で右手にしといて左手右手で右手のまま、まあ、振る場合はこうやって使わないとちょっと合わなくて、もっと簡単なのは手を振らずに開いたままツイストして左手開いたままツイストして、これでゆっくり胸を回す使い方、これでもね全然いい。さっきのダブルもそうですね、開いたままでも全然ねできるんで、だからやりやすそうですね、振った方がやりやすいですけど、ただ一応この最後のね、座ると、この瞬間だけは胸を内側に向けるんで手を残したりとか、まあ、自分はあんまり振らない方がやりやすいんですけど、まあどっちでもいいですね、はい、っていうのがツイストの座で、じゃあこっちからいきましょうかね、右向きか、つま先軸の右向きで、せーの、ワン、エン、ツー、エン、ツー、エン、エン、ワン、エン、シー、エン、ツー、その瞬間はしっかり胸を内側に回す回す回す、あ、ねじらない、こうねじるんじゃなくてこっちの、あ、こっち、あ、そうそうそう、胸の向く方向に合わせて、ね、はい、していきます、せーの、あ、レンズ、レンズ、レンズ、つか開いて開いて開いて、で足はあ、ね、そう、腰だけ回しちゃうとね、逆転になっちゃうんで、これはね、胸を一緒に回すっていうのが、はい、というのが、ツイストです。あとは、あれですね、そういうのをちょっと、ゆっくり回す使い方、これ最後にちょっとか、まあ、単純に踏んで、踏んで、で、手は踏まずに、ふわっと浮かせるだけで。で、あれですよ、もともとこのソロのシングルで踏むときって、エンカウントの、ね、瞬間ってこうねじれてるんですけど、この足を、ね、寄せるときに、ね、こう寄せちゃうと、その胸と腰の ねじれてる感じがなくなっちゃうんで、このエンカウントね、エンで足を寄せてるときってエンカウントの瞬間なんですけど、この時って胸と腰逆向いてるんですね。なので寄せるときは膝って、ね、内向きなので、で踏む瞬間に回すので、次も寄せるときは内向きで踏む瞬間に回すので、これね、これもちょっとね、むずいんですけど、でそのまま踏み切っちゃう
ちゃうとちょっとまた違うね形になっちゃうけど、そギリギリまで、ね、内側に残すっていうのが結構大事で、なのでこれ実はサウナの設定って両足の膝がすごいねずっと近い状態でいるの方が腰がね入る。だからこうやって、ね、足開いてる人は多分腰がねあんまり入ってない。さあこのガニ股の状態になっちゃったんで、ね、ちょっとこう内股のまま踏むみたいなのが結構理想的な形になるかな。そう、ね、ただ円滑オンリートの瞬間は完全に外向きになるのでギリギリまでで一気に回す一気に回す一気に回すみたいな感じでできるといいですけど、そうですね、これをゆっくりやるんで、ちょっとシングルシングルかシングルシングルゆっくりでいきましょうか。シングルシングルゆっくりですけど、このゆっくりの時は内向き外向きみたいな感じで入るとこのスローポンプ見えますね。なるべくねワンカウントぐらい内向きで我慢してあげると、ね、ゆっくりの時に近いですね。まあシングルシングルでね、せーのシングルシングルゆっくりシングルシングル内向き外向きシングル、そう両膝をねずっと近い状態で、これは普通のシングルの時も両膝がこうずっと近い状態で踏むようなイメージでやるといいと思いますね。はい、っていうのをちょっとやってみましょうか。じゃあ基本シングルシングルダブルの流れでいきますね。これを順番にいきましょう。最初ねシングルシングルダブルでいきます。でシングルで次にツイストしましょうか。ツイスト でシングルシングルでゆっくり4でこっちに行きましょうか。3 4 5 6 7 8、はい、ちょっとそれの順番でいきましょう。もう一回最初からね、せーのシングルシングルダブルシングルで今度ツイストツイストシングルでゆっくり巻いて5 8 6 7 8、巻いた後ごめんなさい、ゆっくり巻いた後開かずに、ね、開かずにそのまま後ろについてるんで、ね、膝をちょっとこうぐるっと回すような感じ、さっき内向きで寄せる感じなんで、ね、内向きから外で5 8 6 7もんで正解。じゃあ今度反対左足からシングルシングルダブルシングルで次はついてるね、つま先からとシングル次ゆっくり巻いてゆっくり巻いて5 8 6 7 8。はい、ちょっとこの順番で練習しましょう。もう一回、カウントやったら OK ですね。はい、シングル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 腰は3回回すシングルで手は振らないシングルシングル回して5 8 6 7 8 1 2 5 6 7 8 6 7 8 回して5 8 6 7 8。はい、OK です。手を振り続けちゃうと違う使い方になるんですよね。はい、カウントです。
こうねじるこういう形になっちゃうので、ね、そこがポイントですね。あの胸をね振るためにこうなんですね。オンビートの瞬間は横向き、ね、胸も腰も横向きの状態、ね、で左手右手、まあ、ダブルの場合は左手固定でいくから、ね、右手左手右手、あでこれツイストの場合ですね。ツイストの場合は、まあ、どっちでもいいんですけど振るなら振って振ってコア残すと、うん、そうですね。で振らない場合は右手左手から開いてだんだん右手に動くよね、うんうん、そこのですね。そのダブルはね、まあ、割とずっと、ね、横向きなんで手固定するようになるんですけど、ツイストの時にね本当に手を振って、ね、振っちゃうとエレベーターも振らない方が、まあうん、合わせやすくなるので、ね、最後の回すところも一応まあ、足は、ね、内向きなんですけど、胸はこう向こうとするので、まあ、このまま左手ですね。で、ファイナルシックス、まあ、一回右手から左手とか、うん、あのここで横向きの状態のまま、運動手に見せるので、はい、そう、だからね、胸を振るっていうのを結構イメージで、あの、早いんですけどね、早いんですけど、あの、胸のね、止まってるとちょっとこう、あの、平坦になっちゃうんで、一体的にね、こう全身を使うんですけど、はい、ちょっともう2回だけ聞いてみて、まあ、音はゆっくりめなんで、しっかり自分のね、胸と、あと、まあ、手のタイミングで見ると分かるんで、そこをね、ちょっと確認しながら。
割と一般的な使い方でハウスの何とかで、ここで腰はねこう入れずに、ハンドメはさらさとね、あの腰のこのねじる動きが大きいので、ラッコも胸は基本的に前向きなんで、サルサで使うときはなんですけど、サルサアップ、ハウスのサルサアップはそのさっきやったスウォールとかルーズレッグとかの多分流れからだと思うんですけど、胸もね一緒に回してこうね柔らかく使う組み方に、まあ、変化していったんだと思うんですけど、ね、なので、まあね、胸をねこう振っていきます。ちょっとごめんなさい、後で前向きでやるときにその胸の使い方で、まず足のポジションは一応ね、あの前後ろで、さらに後ろに揃えて、ね、で最後のことで結構広めに取らないとどんどん後ろ下がっていっちゃうんで、ね、あの一歩前で一歩後ろで、さらにもう一歩後ろなんで、次2歩分出さないとずれちゃうんで、そうだからちょっとこの辺の調節が、まあ、揃えるとねちょっと難しいんですけど、はい、でも足をね揃えた方が、うん、あの踏む位置はねどんどん変わっていくんで、まあ、ステップがクリアに見えるかなと思います。はい、であと、跳ねるんですね、このねじる動きと、あとこの、ね、跳ねる動きがあるんですね。ここはホップなんですね。そう、ホップ。ね、ねじって、引いて、そうですね。あとね、腰を、ここで、ね、腰を出して、それより腰を引いてあげると、体重移動が、ね、まあ、あるんですけど、腰から、ね、移動させると、だいぶ楽に動けますと。で、頭の位置は、ね、いつも、ね、頭の位置は動かさないですけど、そう、うん、そうですね。はい、これが一応踏むポジションですね。はい、で、今度は、ね、前向きでいきます。で、あの前向きでやるときに、ここにしようか、まず、ね、腰のこの回転ですね。これ、あの、この回転の動きが、まあ、しっかり見えた方が良くて、もっと言うとあの遅い方がいいですね。この回転が遅い方がクリアに見えるんで、まあね、ワンカウントしかないんですけど、ワンカウントいっぱい使ったりとか、でそのためにはまず踏み始めで外に向いちゃってると思うので回せないんで、踏んだ瞬間に、ね、内向きにするのが大事ですね。で内から外に回す、この内向きと外向きの角度を、ね、なるべく揃えた方がいいね。そうするとすごくバランスよくなるので、そう内外、ワンカウントなんで、ワン、エン、ツーぐらいの感覚ですね、大体。大体ですけど、ワン、エン、ツー、あ、まあ、ちょっと半カウントか。半カウントぐらいかけて回せれば十分ですね。エン、ツー、そうですね。はい。で、これもさっきのスロールと一緒で、この前の足だけ回ってると、ちょっと素人っぽくなるからね、あの、腰が入って見えないんで、軸足ごと、軸足ごと、後ろの足はそうですね、つま先で、回してあげてですね、もっと言うと後ろの軸足で押す感じです。この軸足の膝で前の足を押して回すみたいな感じで言うと腰全体が入っている、あとはね両膝をくっつけた状態で押してあげると、うん、回しやすいですね。そう、軸足が止まらないように、うん、はい、そうですね。であとさっき言った胸の回転ですね、まあ、腰は左から右に回ると、ただ胸はもう先にね右向いてます。で右向きのまま腰が追いつく。ね、なので、おそらくね、あのサルサの場合はこう入るんですけど、ハーサはね胸も一緒に回すんで左手のままで、ね、でここで右手で左手、右手が一番こうナチュラルな、ね、使い方なのか。まあ、これはね、絶対正解ではないと思うんですけど、まあ、こういう使い方をする人はすごく多いです、ハウスの、ね、ダンサーの人。なので、あの、うん、胸を、これも、ソロはね、オンビートが欲しい、ワン、ツー、で、胸が円感と、円、円、円なんですけど、サルサアップは、胸がね、オンビートなんですね、ワン、ツー、スリー、こう、で、ファイ、円、シー、円で腰が入るんですね。まあ、特にここですね、こう、ワン、円、それで、ね、胸が先で腰は後からつく。であとは、まあ、あの一応胸先に回す感覚ではあるんですけど、まあ、ほぼ同時ですね。ここだけ胸が先に回るポイントなので、ね、左で切るね、こういかないでしょうね。これも腰だけ回す形になっちゃうんで、ね、胸から回す場合は左手だけ、ね、これが一番そう、ね、滑らかな使い方なので、ね、ただ足はそうですね、なるべく内向きで
ね、胸は先に回すけど足は内向きでなるべく我慢する、うんですね、はい、この瞬間はすごくこのソウルの感じにすごい似てるんで、はい、左もやってみましょうか、ね、左もやってみましょう、まあ、同じですね、内から外にねじって、で引いて揃えて戻すと、ねじって引いて、このね、腰ね、腰出す、腰引く、ね、で今度は左足踏み切ってジャンプしますね、左足踏み切ってジャンプ、で足は内から外に、で軸足を力回す、右足で押す感覚、あ、そうですね、右足はつま先軸で足を回って、でこのまま胸が先に回って、で右手、左手、で左手、腰はなるべくゆっくり、ね、後からついてくる、右足が止まらないね、右足。右足、後ろの足が止まっていると腰が入っているので、ね、後ろの足はつま先、ね、前の足がかかって一緒に回す、ね、それでは右足で押して回すと、ね、はい、はい、もう一回、まあ、左ね、利き足、右の人が多いんでね、僕の人は右やるんですけど、一応どっちも出てますね、もう一回左足だけちょっと踊ってみましょうか、カウンターでもね、はい、回す、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、はい、つけます。ワン、ツー、フォー、ファイブ。さあ、胸を振ります。手を振らない。手を振らない。そう、振り切らない。さあ、軸足、あ、そうですね。軸足から回す。はい、ゆっくり。ねじるのゆっくり。あ、OK ですね。はい、OK です。で、ここを、なるべくゆっくり、ね、時間を使ってあげるのがいいですね。はい、じゃあ、どれかな。右足は、さっきの、セーブ、セーブ、エンバー。横向きに行こうかな、右足、横向きにしましょう、ワン、ツー、スリー、フォー、そしたらね、今度、反対でしょ、ファイブ、シックス、セーブ、次、前でしょ、ワン、ツー、あんまり変えるからですね、はい、同じ右足スタートで、ね、最初は右向き、ワン、横向きでね、鏡見ながらね、で、腰をね、出す、引く、頭の位置が動いて、次、反対の方ですけど、右足に同じ場所を、もう一回踏む。ただこのかかとのサイリングしに胸も、ね、反対側に向けてくる、次は前に出しながら、まあ、同じように短い、で最後ね、最後3回目ワン、ツー、スリーエーで伸ばします、ちょっと最後だけちょっとリズムを変えるんですけど、この一歩、二歩で揃えないで、シャシャで入れ替えます。うん、あれですね、ポーチェですね。トン、トン、タッタで伸ばして、ファイブ、シックス、セーブン、エイで、はい、一周回りましょうか。まあ、最後はターンするだけなんですけど、これ、胸をしっかり触れてないと、多分回る方向分かんなくなっちゃうんで、それの、まあ、テストですね。この右向き、左向き、右向きってなってれば自然に左向き、右向きの左回りになるので、はい、このちゃんとね、このサルゾップの時に胸を触れてるかどうかを、まあ、最後ちょっとリズム変わるんですけどね、右向き、左向き、右向きで左向き、左向き、うん、ね、はい、そこまでいきましょうか、もう一回ね、右向きからやってますね、はい、シックス、セーの、ワン、ツー、スリー、エン、右からへ、はい、シックス、セー、右からへ、ワン、ツー、スリー、エン、で、はい、シックス、セー、エン、そうです、そうです、そうです、最後に、タン、タン、タッタで伸ばします、で、ファイブ、シックスからね、タッタ、はい、で、1歩目だけ前なんですけど、あとは、後ろって後ろに下がっていますね、でも、2歩目だともう、後ろってしかないので、ただ、その場で停滞しちゃうとね、ステップ見えて、踏み位置をどんどん変えていってもね、後ろ方向、背中方向ですね。もう一回行きましょうか。はい。し、せーの、出して、後ろを、もう出して、後ろに揃える。ワン、ツー、チャッチャーで、はい。し、せーの、そしたら、反対行きましょう。左足も、ワン、ツー、今度は左回りですね。はい。し、せーの、で、前に行って、ワン、ツー、チャッチャーで、はい。こうなるはずで、はい、反対も一緒ですね、左足は左向きからですね、ワン、ツー、スリー、フォー、サイズアップは揃えます、足
ワン、ツー、セオリー、うん、でその踏む位置をずっと同じところに向かって後ろにしっかり下がる、うん、踏む位置をどんどん変えていく。横向きの時にしっかり確認して自分の足のポジションで、はい、せーの、出して引いて、さらに後ろに反る、そうですね、今踏み替えて後ろで、さらに後ろに反る、そう、あと前、ツー、チャッチャーで押して、はい、シュッ、動かして左、右、左ですね。ワン、ツー、チャッチャー、最後ね、ワン、ツー、チャッチャーで、右、左、そうですね、はい、はい、なんか、もう一回そういうように、もう一回左足書いてますね。左足は左回転になるので、うん、あ、まあ、どっちも後ろから回るイメージで、はい、シックス、セット、ワン、ツー、左回り、はい、シックス、そう、縦にね、縦に近い、チャチャ、足逆や、1、2、3、4で終わり、最後ね、そう、揃えて、で、逆にその前は、しっかり足揃えるんですよ、なんか、足のポジションが曖昧になってる人がすごいんで、はい、もう一回右足からいきましょう。つなげていきます。はい、シッ、セー、ノー、ワン、ツー、スリー、はい、シッ、後ろに下がる、ワン、ツー、チャッチャー、はい、シッ、セー、ワン、ツー、スリー、はい、シッ、セー、そうですね、ワン、ツー、チャッチャー、はい、シッ、はい、オッケー、じゃあ後で、はい、いいですから。
あの足でね踊ろうとしてダメです。あのここです、胸です。うん、胸がこう、ここで乗ってて、こうやって乗ってて、ね、後から腰がついてくる。で、その後からさらに足がついてくる。そうすると、足が勝手に遅れてゆっくりになるんで、うん、そう、ね、足でこう、ね、流れを作ろうとしてる、うちはまだ初心者で、ね、あの、胸で、そう、胸で踊る。今日は、そういうのも、サイズアップもそうですね。胸がこうずっと、言ってて、それに勝手に腰と足がついてくるみたいな使い方ができるとすごいね、自然な流れになるので、足だけやるとしてやっぱ全然胸が止まっちゃってるのと、あと足のポジションがやっぱりね、あの横向きの時に鏡で確認できると思うんですけど、なんで違う場所を踏んでるっていうのが嬉しいです。なんか結構ね、めちゃくちゃなんで、あのよく見るとなんかあのほとんど同じ場所に出ちゃったとか、ワン、ツー、スリー、エイ開いてたとかじゃないんで、足揃えてね、この2本目よりもさらに後ろに揃える、うん、この辺のね、正確に踏めないとこのステップがね、なんか何ていうかね、結構分かんないんで、そこのポジションとね、あと胸の振りをしっかり意識すると、サルサートもなんかすごい単純なステップなんですけど、なんかね、ノリを出すのが難しくて、あのそれとしてね、この回転のノリを出せるとちょっとこう、すごいね、滑らかなね、流れになる、ね、はい、という感じで、ちょっと一回チェックしましょうか。
まあ、腰から行く使い方もあるんですけど、ね、胸から移動する使い方で、ね、あの、あれですね、スネークですね、横方向のスネークを処理して、あの、そうですね、頭を倒して、次胸を倒して、最後に腰が体重移動してね。で、この腰が体重移動してる間に、胸がこの反対側に向いてる。で、胸が入って、で腰体重移動するときにも首が反対側に入る。まあ、連続でやるときはこういう感じね。そう。基本的には前向いた。体の目は前向いてて、横に倒してるだけなんで、横には向かないですね。で、首とかも横には向かずに、前を向いたまま倒すですね。そう、ね、倒すだけ。そうそう。基本的に目、そうですね、顔とか胸の面が前を向いたまま。うんうん。ね、そうですね。はい、ですね。これをスライドの時に、先に頭、そう、まあ、頭から。じゃあこれを、シングル、シングルで3回連続で、ね、シングル、シングルで3回連続で、次に頭ね、シングル、シングルで、ツー、ツー、ツー、そうですね、シングル、そう、頭から、で、連続、まあ、ね、こう横向かないで、ね、倒すね、そう、まあ、さっきの回転とは違って、ね、あずと前を向いた。まあ、うん、ですね、目が前ね、はい、シックス、ステップ、ドン、ツー、まず、これでステップだけでね、連続、まずこのアップの部分ね、あ、連続の時も、例えば、アップ、アップ、そうですね、そうですね、スネーク、さあ、ここから、ね、スネーク、ドン、ツー、ドン、ツー、ドン、スネーク、ドン、ですね、はい、ですね、はい、あと、なんか、今度、あれですね、今度は移動方向は違うんですけど、今度ね、グライドってあの、ね、クロスする方向に、ね、はい、使い方をやってみます。まずね、これの、ルーズレッグの、ね、横移動ですけど、足は、ワン、あ、そうね、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、エン、はい、あとね、ルーズレッグのスタッフね、フィールドを使わない3歩の踏み方でやってみましょうね。はい。でこのクロスの時に横方向に、ね、クロス、あ、そうですね、内側に体重移動、これが、ルーズレッグの横方向に、でこれをさらに3歩、ね、右足から1、2、3歩、ね、1、3歩、そうですね、1、3歩、ね、1、あ、でもね、これもアップの部分ですね、大前提ございましょう。まずアップのリズムで、ルーズエクスを、そうですね、ここから入っていきましょうね、そうですね、でも、大丈夫ですね、さん、こう、ですね、で、これを横に移動するときも、アップ、アップ、で、さらにぐらいの、1、3、アップ、1、3、チャチャ、1、3、チャチャ、1、このね、スネーク。一応ね、クロスする方向に、ね、あ、クロス、逆方向だ、その体重移動する方向と逆側に入れるんです、最初ね。なんかあの、腰から進む形になるんですけど、あの、右足と頭右っていうのはさっきのスライドと一緒で、方向が変わってるだけで、右足なんで右に倒す。で、左足で左に倒す。そうですね。あ、この、1、2歩目はさっきのスライドと一緒で。はい。で、やっぱ踏む足に合わせていくと。なので、まあ、見え方としては、腰から、胸から、腰からね、そう。それをさらに、まあ、こう、柔らかくつないでいくと、ね、頭から、そうですね。で、3つ移動するんですけど、あの、1歩目と、3歩目はね、前ですね。うん、はい、です。1歩目と3歩目、こっちもね、前側、ね、前側に入れていきます。このね、後ろにこういくだけで、ね、前側に入れていくんですね。うん、で一応、このアップもね、アップ、アップ、アップ、
その斜め上にこう頭を持ち上げるようなね。こっちね。こっち。そう、進行方向と逆側なのちょっとやりづらいかもですけど、踏んだ時にはもう腰が出てないといけないんで、まあ、厳密に言うと、ワンから頭倒してると間に合わなくて、踏む前にもうね、こう入れてて、踏んだ時にはもう、そうですね、腰、が残ってるだけという状態。ちょっとだけその、踏むよりも、少し早めに入る、ね。頭がこう傾いてから、踏むみたいな。こんぐらいの感じですね。踏んでからこうやると間に合わなくて、踏む時にはもう、スネークが終わってる状態。こう、入ってあげる。さっきのスライドもそうですね。踏んでからこういくと間に合わないで、こう、そう、傾いて踏むときにはもう、ね、そう、ほとんどスネークが終わってる状態ですね。あ、じゃあこれでさっきと同じ順番でいくんで、シングルで3ついきましょうか。ね、反対もシングルで3つ。で、こっからもスネーク。ね、スネーク。そう、踏む前にですね、スネーク。そう、踏むちょ前に頭を上げて、スネーク。うん。体験でやりましょう。で、そう、踏む前にもう入れ始めないと、なんか合わない。踏んでからね、こう、そう、なんかね、合わないですね。踏んだ時にはもう、なんか終わってる状態を作る。うん。はい。もう一回、シングルね、入れ始めましょう。はい。していきます。せーの、ワン、ツー、腕アップ、ね、アップ、アップ、アップ、反対もワン、ツー、スリー、スリー、フォー、アップ、アップ、で、スネーク、ね、頭入れてから、踏む、踏んでから、踏む、そう、ツー、これアップ、アップ、アップ、そう、アップ、アップ、はい、ね、はい、まあ、同じなんですね、順番的にね、さっきのスライドからやってみましょう。これも、最初ね、この、横方向の、ね、体重が出ずに足だけでやってみますね。はい、じゃあ、この右足からいきましょう。シングル、はい、シッ、ノン、アップ、アップで連続でもアップ、そう、しっかりこれをね上げて移動、パスネーク、スネーク、そう、先に頭ですね、スッ、タッ、スッ、タッ、スネーク、ちょっとクロスね、クロス、ダークロス、そう、方向だけ変えて、チッ、アップ、ですね、チッ、アップ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 、チッ、で、スネークで、ね、頭がそう、そう、で、進行方向で逆側見るね、進行方向で逆側、そう、逆側、残すね、頭を残す、ガッチャ、はい、OK です、シッ、ダーク、キッシュ、thank you.
前半は入れてないので前半は倒さない、ね、上でと上で、でこの上にリズム取ってるのを横に取ってるんで、ね、横に横でもずっと横倒してても首上、まあ、後ろでもいいですけどあのはキープできるんで、このリズム自体は首のリズムとかもねキープしながら、そうずっとこの上でキープしながらこう横に行けるはずなんで、うん、そうですね。それをまっすぐね、で、あのルーティンに関してはちょっとね回転も入るんで、さっき言ったんですけど、スワールとかと一緒でね、あのやっぱり右向いて左向くとね、でプラス横の動きが入るんでちょっとねこう複雑なんですけど、この最初のスライドね、腰だけどっちかというと腰だけねじって胸は前向きでいいんですけど、ルーティンは若干こう右向く左向くの、ここも右向き左向き、基本形はこうですね、回転の流れが入るからね。でこの回転プラス横のねこういう動きを入れてちょっとねこうだいぶ立体的な感じなんですね。はい、そうでね、このルーティンは腰から出す言葉って結構多いと思うんですけど、このクロスもそうですね、クロスの時も腰がねあの進行方向に入ることがあって、まあ、この形を踏む前に作り始めるというね、はい、というところが、ですね、もう一回だけやってみるんで、うん、あのまずはね、軸をね、しっかりまっすぐ作るっていうのも大事なんで、あの軸まっすぐの方がね、体重移動自体はきれいに出ると、まずちょっとその、ね、最初は倒さないといけない。
腰からもあるしね、腰からもよく使うんですけど、今日はね、胸から回転もね、座るの、もうさっそくも胸を先に回すっていう使い方だし、このね、胸から体重の、ね、今日はね、足、ステップなんですけど、先にこう上から動かしていくみたいな感覚で踏めるようにね、最後まとめていきましょうか。今日やった順番通りにそのままいきますね。右足のスロールで、次がサルサホップ ですよ、ね、で最後がアップにするか、うん、はい、ちょっと順番にやってみましょう。右足のスロールからしょ一回、順番にやってみますね。スロールで、スロールスロールで、ダブルとスロールで、ツイストつまずくと次回します。回していって回転し、セーブ、今度は反対のスロールで、ダブル、スロール、さあ胸をしっかりツイスト、で回して、ワン、シック、セーブ、エイ、ワン、そう、た、さあ、たまに左に行くんですけど、ワンで決めて、ツー、この中で、反対で、セーブ、で、前行き、ツー、で、チャッチャー、止めて、ファイ、シック、セーブ、エイ、回って、ワン、ツー、スロール、で、ファイ、シック、セーブ、エイ、前、ツー、チャッチャー、で、ファイ、シック、セーブ、エイ、で、ワン、シングルごめんなさい、シングルシングルで、はい、ターンで、ツーターンと使って、セブンで回って、開かなくて、一回クリアなくていいんで、回って、そのままの中でサルサポって、反対も回って、ね、そのままアップなんですよ、うん、ちょっと繋いでいきましょう。はい、という順番でいきますね。それとそれも、ね、胸をね、前に、残したままにせずに、この踏む瞬間は必ず胸が横向いている状態ですから、ねじらないで、ね、この瞬間の手の入り方でここ決まるんで、こう、そう、ねじるのはこのエンカウントの瞬間なんで、うん、はい、で、三角も一緒です、ね、先に胸を回して横じゃなくて、常に前を向いた状態を作らない、ね、っていうのがサルサも同じですね。はい、OK、じゃあもう一回いきましょう。もう一回カウントで全部ね投げたら OK。スパイ、シックス、せーの、スロール、スロール、ダブル、スロール、スロール、ツイスト、さあ胸をしっかりね、伸ばして、で、右向きのまま、頭を、スロール、スロール、ダブル、さあ、腰投げます。で、引け、ワン、ツー、伸ばして、ワン、シック、で、右足からいきます。で、サルサ、しっかり背中をスイスイ、ね、前に出ない。じゃじゃあ、で、ファイ、シック、で、セグレート乗って、ワン、後ろに近い引いて、そうですね、後ろに、トン、ワン、ツー、ワン、ダー、で、はい、シック、スライド、で、アップ、そこからアップですね。で、しっかりかね、肩を上げましょう。足が横向いてないと、まずこのステップのね、形がしっかり、で、ここから、そう、で、あまり初速をね、速くしないから、そう、滑らかに、トップの時に3回連続のところ滑らかに、次もアップ、で、ここも向き変えるんだけどね、倒さない、首を倒さない、まあ、倒さない、あ、倒さない、そう、あ、で、こう、はい、はい、長い、そう、ここもスピード感をなるべく一定に、ワン、ツー、スリー、そう、一定、一定、ツー、こっちも、うん、はい、オッケー、じゃあちょっと、どうせ、いいかな、はい、じゃあ、2、3回、thank you.
皆様、ノアチャンネルご清聴いただきありがとうございます、楽しかったと思っていただけたらぜひこちらチャンネル登録そして、グッドボタンよろしくお願いしたいと思っております。もう一度言いますよ。チャンネル登録とグッドチャンネル登録とグッドチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。